こんにちはサックスベノーバー池夏希です突然ですが皆さん、えー、普段楽譜っててどこで手に入れられらますか、はいえー、楽譜集を買ったりとかあとは一曲単位でネットで買ったりとかさまざまなところで購入されていると思うんですけれどもこの管楽器のための楽譜、えー、例えばアルトサックスのためのなんとか曲集とか、えー、アルトサックスで吹きたいなんとかメドレーとかそういった管楽器のための楽譜って数少ない ですよね、えー、いやそんなことないよって思うかもしれないですけど、えー、とピアノと比べてピアノののための楽譜に比べるとととちょっと少なないいいんじゃないと思いますよねそれはやっぱり、えー、とその楽器を楽しむ人の数人口に関わってくると思うんですけどピアノピアノ習ってますピアノ演奏できますよっていう方に比べるとサックス吹けますよっていうかあサックスを今練習してますよっていう方ってちょっと少ないと思うんですよ。 あちょっとじゃないですね、えー、結構少ないと思うんですよはい。なんで、えー、とおのずと、えー、このピアノの楽譜ほど管楽器の楽譜っていうのはないということになってしまうんですね、えー、じゃあピアノの楽譜も僕ら使えるようになっちゃえば、えー、と皆さんが、えー、使える楽譜吹ける楽譜っていう演奏できる楽譜っていうのは数は多くなるんじゃないでしょうか という話でございます。えー、で、実はですね、えーと、著作権の切れてる、えー、曲であれば、まあ、クラシックの曲が多いと思うんですけれども、えー、無料で手に入るサイトがあります。こちら、えー、IMSLP と、はい、インターナショナルミュージックスコアライブラリープロジェクトというサイトなんですけれども、えー、なんか無料で手に入る って聞くとななんかか怪しいいじゃないですか、はい、あのちゃんと違法じゃなくて合法に使えるサイトなのでご安心ください、えー、このインターナショナルミュージックスコアライブラリプロジェクト IMSLP というサイトはですね、えー、と著作権の切れている、えー、と楽譜を、えー、無料でダウンロード閲覧やダウンロードができるサイトとなっておりますあのすごい膨大な数の、えーまあ、主にピアノの楽譜が多いんですけれども クラシックの曲が、あの、ここから検索してダウンロードできるようになってるんですね。えっ、ー、と、今回、お池ラボの企画の中で、えっ、ー、と、シューマンのトロイメライという曲を僕、えっ、ー、と、ダウンロードして、で、えっ、ー、と、それをサックスに、あ、サックス用の楽譜に、えっ、ー、と、書き換えるという作業をしました。はい、なので、えっ、ー、と、ぜひ皆さんもそのやり方を知っていただいて、えー、使える楽譜を増やしてみてもいいんじゃないかしらと思っております。うん。えー、まあ、もちろん有料の。 普段使ってる楽譜っていうのは、えっと、その出版社がですね、えー、演奏しづらくないかなとか、えー、あミスがない楽譜のミスがないかなとか、えー、演奏しやすいように指番号振ってたりとかすらつけてくれてたりとか、えーまあ、見やすいようにこうデザイン。 えー、レイアウトしてくれてたりとかいろんなところで、えー、とお金を払う価値があ,あるんですけれどもまあなんかやっぱ無料っていいじゃないですかはい <laughs> 無料っていいよねっていうところで、えーまあ、無料の楽譜をちょっと使ってみるっていうのも、えー、一つ手かなと思いますので、えー、クラシックの、えー、美しいメロディーをー皆さん是非演奏して楽しんでみてくださいそれでは先日の大池ラボの様子をちょこっと覗いてみましょうスタート 要するにですねえっとじゃあ最初はアルトサックスで説明しようかなアルトサックスでこれ12時のところドレミファソラシドで演奏したらミファソミフラットファソラフラットシフラットドレミって演奏されるんだからえっとこうですよねこういうことうん9時のところになりますここまで OK アルトザックスでドレミファソラシドの指使いで演奏したらピアノではミフラットファソラフラットシフラットドレミっていうふうにフラット3つ分のキーになるのでこれ3時間ずれるわけですよでこれでこのままさっきみたいに移動してもこの関係が変わらないから OK なんですよつまりじゃシューマンのトロイメライは フラット1つだからここですよね11時のところにピアノを持ってきてあげるとぐるぐるとそうするとどうですかアルトサックスは2時のところ D メジャーになりますとこういうことどう簡単ですよねえー、E フラットに移調しようとするとファシャーンプとシャープつけてあげれば同じになるということです こういういになりましたサープ2つのキーに移動してあげてキー F キー f メジャーキー f メジャーからえっ、ー、とキー、えー、d メジャーになったから、えー、ファソラシドレで6度上げてあげたと。ねこれ下げてもいいんですよ。 下げてもいいんだけど下げるとサックスでは吹けなくなっちゃうからえ上げましたとこうすると同じキーになりましたよねうん。<laughs> メタルのマウスピースであの吹くような曲じゃないですねごめんなさい <laughs> ピッチ悪いけど <laughs> さあいかがだったでしょう、えー、IMSLP でダウンロードしたシューマンの「トロイメライ」という曲の楽譜を、ね、ピアノ用の楽譜をアルトサックスに移調してみましたというデモンストレーションを、えー、この日はしました、はいえー、このように胃腸さえできれば、えー、皆さんピアノの楽譜も吹けますから吹ける曲の数 広がるんじゃないでしょうかということで、えー、詳しい情報法に関しては YouTube メンバーシップ大池ラボに、えー、にて説明しておりますのでぜひ概要欄から詳細チェックしてみてくださいまた IMSS、うん、ごめんなさい <laughs> IMSLP、えー、のサイトも概要欄にちょっとリンク貼っつけときますので、えー、ぜひ覗いてみてくださいえっ、ー、とお好きな、えー、クラシックの曲あるかしらと探してみてはいかがでしょうか はい。今日の動画、役に立ちましたら、いいねボタン押していただけると嬉しいです。また、このような管楽器を練習するための情報や、役に立つ情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ